もういいですか。もういいです。はい、ということで、アディスアベバ、ナショナルミュージアムオブエチオピアには例のやつがあるんで、行きましょう。行きましょう。ルーシー。これ。そちらですね。はい、これが目的の例のやつですよ。はい、これです。これルーシー。これがルーシー、はい、あ、本当はルーシーと書いてある、これが復元か。復元じゃない、ルーシー。ちっちゃい、ちっちゃいね。あれでもノー、あ、そうか、チンパンジーぐらいって書いてある。でも二足歩行してたんだね、うん、こうあるからまあ傾いてんでしょうね、ルーシー。こういうこと近づいてきた。なるほど。もう一遍やってこれは、うん、アウストラロピテクスって書いてあります。ちっちゃっちゃっ、ね、まだまだ猿だね、これ。まだまだ猿ですね、うん、お、これはなんだ。破片ですね。破片だね、うん、それなんか分かったってことでいいですか。はい、ようやく分かりました。何ですか。アウストラロピテクスのルーシーよりも100万年前のさらに人類最初の祖先と考えられているらしいです。あ、このアルディ君が、この人が。そうですか。あれじゃあルーシーさんは何、うん、ルーシーさんは多分このアルディが発見する前はルーシーだと思われてたんじゃないか。なるほど。あれは74年とか70何年だったのね、1900。これ1995年。そう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 。あら、まあ、じゃあこの人が古いと。古い。へえ。なるほど。ちょっと骨って楽しいねマジですか。なればワクワクするけど。マジですか。マジっす。骨が楽しい。骨楽しいね。歯で現代人と比べる。歯で現代人と比べる、うん、チンパンジーは犬歯がでかいと。それがだんだんちっちゃくなっていくと。なるほど。面白いね、人間の体って。マジか。マジだちょっと面白いもん、ここ。しかし雷がすごいですね。すごい。骸骨見ながら雷ってなんかホラーですけど。ちょっとね、復活しそうな感じだね。脳みそがでかくない？